こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、言わずと知れた。ね。どっちから紹介した方がいいか。これはもう、これはもうキャプテンから。キャプテンから。はい、はい、辰山さん。はい。ね、前回というか、だいぶ前に、ちょっと前にね、出てもらって。はい、あっちゃんは、はい、昨日か、撮ったの。昨日も。昨日も。ね。でもやっぱ、コンビ、まあ、もう一人野村がおったら最高なんやけど。橋本も入れてください。まあね。まあ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 。まあそういうことで、まあ PL 時代の話をね、ちょっと聞きたいんだけど、お互いこう1年入った時に印象はどうだったの？いや、印象やっぱ体が大きかったので。でかいよね。で、あの PL に入った時に前評判で、例えば京都から北シニアの片岡に、で、まあ週刊誌当時は載ってたんですよね。どこどこの広島の入団するのに、それもね、4週とか1ヶ月になたって毎週週刊ポストの特集したんですよ、PL の、はい、中学3年生ですよ。すごいね。それはすごいです。だからなんとなしに、まあ、前評判は分かるんですけれども、入寮してすぐにあの練習は一緒にやらないんですけど。ちょっと待って、前評判っていうのは、それはね、僕乗ってなかったんですよ。あ、そうなの。だから、あれやっぱり辰巳とか有名な選手乗ってたんですよ、僕は。だから、それを見て、俺は高校入れるのかなって。いや、そのまま行っていいんかなって。そう、そんな感じですよ。乗ってなかったっけ。乗ってないよ。でも全国から集まってくるよな。いや、当時はだんだんね、この越境入学がうるさくなってきたんですね。近畿地方を中心にというセレクションもしちゃいけないような、あのそういうふうな時期やったな、あれ。でも、まともに野球やってる人じゃなくて、例えば全国で足がベスト3とか 100m とか3位までとかさ、ものすごい厳しかったし、PL 入る。いや、それはなかったんですよね。なんか選ばれた人しか入れなかったので。そうだよね。だからフィールの当時野球部入りたいっていうことで、普通に入学して野球部入ろうとして入れなくて、やむを得ず軟式に行ったというね。まあ軟式も強いもんね。はい。ましてあの僕たちの年代ってやっぱりその KK コンビにね、やっぱ全国の野球少年が憧れた年代じゃないですか。だからやっぱりフィールっていう、もちろん横文字だし、あの一文字があってね、みんなの憧れって強かったね、あの時は。いや、憧れだよ、はい、やっぱ PL ファンは野球やってない人でもこうたくさんいたと思うんです。知ってますもんね。知ってる。で、印象はどうだった？いや、だから入って1ヶ月から1ヶ月半ぐらいは1年生だけで練習するんですよ、うん、でもその初めて3年生と一緒に練習した時の、まあ、初めてのバット練習の時に見てびっくりしました。みんな緊張とかしてるじゃないですか、うん、で空振りするやつもいましたよ。カモマシーンを緊張してて、ね、もう全部ほぼ会心にあの打ち返しましたよ。そう覚えてる。緊張してない？いや、もう覚えてないですけどね。ああ、そう。いや、それでまして竹バットですよ、うん、初めて打つ竹バットです。金属バットじゃない。バッティング練習もしてなかったんで、うん、いきなりですよね。シミュレーションはずっとさせてもらったんで。素手ですよ、もちろん、もちろん、ね、そこでその全部その会心、ほぼ会心取られるのを見て、うん、でびっくりしましたよ。それだけものすごいイメージのあの残ってます、印象に。他の選手のことはその空振りしたりすることは覚えてますけど、他はあんまり印象に残ってないですよ。でもプロ行ったのは4人だもんね。そうです。野村と、はい、あと橋本、ピッチャー2人だよね。で、後輩に宮本がいて、で、宮本は宮本しか入ってないの、大学。そうです。その下は1年のせいは野村脇。あ、野村脇ね。せいだね。石垣、入木、坪井、今岡、ほんで、サブロー、福留、松井、和岡、そんな感じの順番でしょうね。すごい選手がいるな、やっぱ。でだまあね、昨日も話しましたけど、名球界7人、殿堂入り1人ですよ。ちょっと、あのさ、その同級生が殿堂入りするっていうのはどうなの？嬉しかったですよ。すぐ、あの、連絡して、よかったな、ああいう。毎年、あの、なんか、前の年2位か何位やったな。違うかった。確か。あれ、殿堂入りの条件って何かあるの？いや、俺もプロ野球選手で資格はあるだろうけど、全くないだろうからね。引退してまず5年で資格が発生するんですよね。選ばれる対象になって、あれ確かあのマスコミメディアの 75% の票を超えないと選ばれないみたいで。それ、引退してから何年目で取った？5年目ですね。だからもう最初の資格を得た時に取れたということだよね。いや、違います。資格を得てから3年。で、5年じゃなかった？5年ですね。5年してからですね。5年目ですね。だから最初の資格じゃない？違います。5年経って
それからあの金本さんとか、あのああそうかそうかそうか、とかがその僕の前に、本当はその辺で選ばれる予定だったんですけど、あの二人もやっぱりね実績がすごいんで1年遅れたみたいな。いやすごいね殿堂入りって。いや大したことしてないですけどね。すごいですよ。いや大したことしてるわ。いやだってやっぱり二塁打日本一でしょ。二塁打打ったのが長いプロ野球の歴史の中でね。まあいつも言いますけど、もちろんね、いろんな選手出てきましたけど、別にこれ、ベンチャー言うんじゃないです、いつも言うんですけど、高卒のショートがゴールデングラブ取るっていう選手は、もうなかなか出てこないじゃないですか。まあ、今年もネオが入ったりね、小園が入ったりしましたけど、やっぱりそんなに、本当やっぱり内野手として見られて、いや、それはびっくりした、衝撃受けた。でしょ、今さ、打てても守れないっていう選手が多いじゃない。それ見てどう思う？高校野球見てたらうまいなと思うんですけど、プロのレベルに入った時はやっぱりこうちょっとなんか目立ちますよね、アラがね。だからまあ高校野球の指導もさ、どちらかというと偏りがない、バッティングに打てばいいみたいな。ああ、そうですね。じゃあそれもプロ野球はさ、最強2番説とかまあいろいろ言い出して、あんまその小さいことにこだわらなくなって、こう打つ方にばっかりその目がいって、またあの今年も履正社は優勝したけど、やっぱりあんだけ打つということにね、チームは優勝してしまうということです。でも PL の解説者を見てるとさ、 PL 出身のタッツさんもそうだけど、バッティングのこともちゃんと言うけど、守備に対しての目は厳しいよね。ああそうですね。今日なんて一緒に番組出させてもらって、うん、木浪阪神のね、なんか今もっともうたくさんゴロを受けたらね、いいレギュラーになるのになと思うけど、やっぱり足りないんでしょうね。やらせてないからね。でも入った時でもめちゃくちゃ受けた。いや結構、いやそらね、その当時の中日はめちゃくちゃ受けさせてたよ。いやそれで抜かないんだもん、投げるの抜けないんでしょ。いや抜けないんだと思う。あれで肩壊したもんね。いやそうそうそう、だからあのまま行ってたら壊れるよって言ってたんだ。僕がプロ4年後にプロ入った時に、お前あんなに投げたら壊すぞって言われましたよ。ただね、アマチュアの時はお前ら試合と思ってゼルフでホランカーって言われてた。やっぱり抜くなんてことは考えられなかったわけです。お前くんなんか壊しそうなのあった。いや投げ方ないにも木原さんに毎日1年生の時に、そうそうそうね、僕ね、いやだから僕ほんまにあんまり合わないんですよ、1年生の寮生活。僕は全体練習終わったらその素直な練習を直行するわけですよ。ずっとバッティングじゃするわけですよ。まあ、考えたらあんな、まあ、変な言い方ね、高校野球のこうちょっとやっぱり変形したような古いボールをね、スライダー回転してもいけない、シュートしてもいけないって先輩に打ちやすいところに投げなきゃいけないんですね。僕それずっとやってたんですよ。下はこれ150くらい入るじゃないですか。もう最高8箱投げたんですよ。1200ですよ。真っ黒けですよ、体も何もかも。そうだった。だからこうやってこう真上から投げるから、ね、いや投げるよね。だから打ちやすいやろ。だからお前本当に冒頭がなかったからみたいな。打ちやすいし取りやすいとか、なんかぶっさやくな投げ方やけど、そうそう安定してましたから、ね、安定してた。でそれであれでしょ、プロ入ってストライクアウト取ってっマップツアー取って、いや今僕喋ってるか待ってください。分かりました。そこでねやっぱり痛いところもあったと思うんですよ。いや覚えてないのそれ。自分の方やろ。まあ、緊張感だ、ね、500超えたら痛いもクソも関係ないんですよ。その先輩に対して打ちやすいボールを掘るということだけですからね。だから清原だからな。清原さんだけじゃないですよ。あ、だけじゃない。これみんなですから、そこでやっぱ下半身を使って投げるという正しい、どうやったら正しい回転で投げれるかということを覚えたわけですよ。そのためには整体して見やすいように投げなきゃいけない。まあまあ確かに。それはねやっぱそこで覚えましたよ。ちょっとシュート回転して落ちたりしたら竹馬ってやっぱ痛いじゃないですか。それでやっぱ先輩に怒られますから。ああそう、そりゃそうですよ。清原さんに投げてて怒られたことある？ない。清原さんはどこ投げても打つんですよ。やっぱ投げてて違った。いいバットは投げやすい、打ってくれるからね。で僕らの、まあ、バッティングをしてるときはバッティングじゃしますけど、やっぱりいいバットはどこでも打ちようですよ。いきたいなんだね。8箱1200。毎日ですからね。毎日か。ほぼ毎日ですよ。だからタッツァーは投げなかった。自分あんまり良くなかったから。それもやっぱりね、やっぱり感激ですよ。俺あんまり投げたらあかん思ってやっぱりね、スッとフェードアウトしていきましたよ。でもどういうキャプテン？キャプテンはね、僕らの投票で選んだんですよ。
で、辰巳もちろん2年生からレギュラーになってたわけでね。でそれまではもう一人のキャプテン候補のやつもいたんですけど、最後やっぱりなんかこうパッとこう投票で変わったんですね。あ、それなんで変わったの？お前どっちに入れたの？辰巳に入れました。本当か？もう一人のやつが嫌いだったから